初めてでしたね。本当にもう逆に言ったらワンシーズン、もう冬の間全くスキーに乗らないシーズンっていうのがスキーを始めてから本当に一切なかったので、こんなにだから、まあ、約2年半ですかね、こうスキーから離れて過ごしたっていうのは初めての経験でしたね。約今10年ぐらい競技を、競技歴10年、アルペンスキーとか、まあ、チェアスキー歴で言えばもっと長いので、本当にチェアスキーを始めてもう約このぐらい20年ぐらいになっちゃうんです。20年はなってないか、15年ぐらいですかね、15、6年ぐらいになりますけど、本当に初めてですね。4年前とはガラッと違うと思うんですよね、こう使っている用具にしろ。4年前と同じものって今全くなくて着てるものとかは別ですけどね、本当にスキーを滑る上で、まあ、実際に本当にギアというか使用する予定のものって全く同じもメーカーだったり同じものとかが全くなくなっていて、で自分の滑りもきっと違うだろうし、自分の気持ちだったり、またこうパラリンピック冬季のパラリンピックへの向き合い方っていうのもやっぱり4年前とは違うんですよね。メダリストではなくてメダリストを目指していた自分と、今、まあ、元前回のパラリンピックのメダリストで、そこからまたさらにもう一度パラリンピックにこうメダルを目指して臨む自分って、そのパラリンピックに挑む気持ちっていうのもまた全然違うなと思っていて、前回のパラリンピックとはまたプレッシャーだったりとか、本当に気持ちの部分でも違いますし、用具だったり自分のフィジカル的なところだったりっていうところも、全然変わっているので、まあ、用具等の進化に自分自身フィジカルもメンタルもついていけてたらいいなっていうような感じですね今やっぱりこういろんな方々から応援をしていただいて、こうその気持ちに応えたいなとも思いますし、感謝の表し方だったり自分自身の気持ちの表し方として、こう結果で返したいなっていう気持ちはあるので、ただやっぱり自分自身が楽しくないと競技やっててどうしても苦しいなっていうところを、まあ、4年前の時にすごく、4年前、まあ、3年前ですかね、の時にすごく感じた部分ではあったので、こう自分自身のこうスポーツとの向き合い方として何よりも楽しむことが一番大事だなと自分では思っていますし、その楽しんだ結果として、そうですね、結果がついてきたら嬉しいなと思っているので、何よりも自分の中ではスポーツを楽しむことだったりスキーをやっていてやりがいを感じたりとかっていうところですかね。いつも応援いただき本当にありがとうございます。私自身、前回の夏の、東京パラリンピックから、続いて、北京パラリンピックへの出場というところで、この期間約半年間というすごく短い期間の中で、夏冬の競技をに取り組むというような、挑戦を今させていただいています。結果として北京パラリンピック、レースが終わった時に、すごく楽しかったと、笑顔で終われるようなレースがしたいなと思っていますし、その結果として、メダル獲得というところが、ついてきたら、いいなと思っております。何よりもスキーを楽しむ、レースを楽しむっていうところを目標に、北京パラリンピック全力で臨みたいと思いますので、引き続き応援のほどよろしくお願いいたします。頑張ります。